LRV は1971年から1972年に行われた3度のアポロ計画で使用された4輪、電池駆動の月面車である。バギーカーを意味する、ドゥーンバギーをもじって、ムーンバギーとして知られる。LRV はアポロ月着陸船によって月面に運ばれ、月面で放送が解かれた後は、1人か2人の宇宙飛行士、その装備、 月のサンプルを乗せて走ることができる。現在でも月面に残されている。1971年のアポロ15号のミッションで使われた LRV-LRV の構想はアポロ計画より早く1952年から1952年のコリアーズ・ウィークリー誌に掲載されたベルナー・フォン・ブラウンらによるマンウィル・コンカースペース・スーンという連載で表明された。 ペーパークリップ作戦でドイツからアメリカ合衆国に来てアメリカ陸軍弾道ミサイル局の局長となったフォン・ブラウンはこの記事の中で6週間の月面滞在で母子を運ぶための10トントラクターについて描いている。1956年ポーランド出身で当時ミシュガン大学教授兼アメリカ陸軍の部隊の顧問であったミエチスワフ・ベッカーは 月面移動についての2冊の本を出版した。これらの本は将来の月面車の開発に多くの理論的基礎を与えた。地球で訓練を行うアポロ16号の宇宙飛行士1964年2月、当時アメリカ航空宇宙局のマーシャル宇宙飛行センターのセンター長であったフン・ブラウンはポピュラーサイエンスにおいて月面車の必要性について論じ、MSFC でロッキード ベンディックス、ボーイング、ゼネラルモーターズ、ブラウンエンジニアリング、グラマン、ベルヘリコプターと協力して、研究に着手していることを明らかにした。1960年代初め、月面移動に関する一連の研究が MSFC の指揮下で行われた。当初は、ルナーロジスティックスシステムという研究名であったが、後にモビリティラボラトリー、ルナーサイエンティフィックサーベイモジュール、 モビリティーテスト、アーティクルと名前が変わった。アポロ計画の初期段階では、乗組員を月に送る1台と、装備、食料、月面車を月に送る1台の合計2台のサターン V ロケットを用いることが計画された。MSFC におけるすべての研究は、この2台打ち上げ体制を前提にしていたため、大きく、重い車体が許容された。 LLS の研究は1962年秋にグルマンとノースロップによって開始され、油圧キャビンとそれぞれの車輪の電子モーターが設計された。これとほぼ同時にベンディックスとボーイングは月面車の車内の研究を開始した。サンタバーバラにあるゼネラルモーターズ防衛研究所に移っていたベッカーはジェット推進研究所から依頼された。 サーベイヤー計画のための小型無人 LRV の研究を終えた。ハンガリー出身のフェレンツ・パブリックスは弾力性のある車輪を作るために金網状の設計を用い、この設計は後の小型車にも採用された。1963年初め、NASA はアポロロジスティックスサポートシステムの研究拠点に MSFC を選んだ。先行研究の調査に続いて、 この結果は10巻の報告にまとめられた。その中には、二人の人間が最大2週間の期間を過ごすための装備や消耗品を備えた2940から3 8 4 0ラムの範囲の重さの余圧車の必要性等が含まれていた。これは、モビリティラボラトリーと呼ばれた。1964年6月、MSFC はマラブと モビリティテストアーティクルズの研究をベンディックスとボーイングに委託し、車両の研究の下請けに GMDRL を選んだ。ベルヘリコプターはすでにルナーフライングビークルズの下請けの研究を行っていた。アルスの研究は進んでいたが MSFC はより現実的な表面探査計画であるローカルサイエンティフィックサーフェイスモジュールの検討も行っていた。 これは固定式で居住可能なシェルター式研究所で一人乗りか遠隔コントロール可能な小さなルナー、トラバーシングビークルを備えたものだった。LSSM はやはり2台の打ち上げが必要であった。プリプレジョンビークルエンジニアリングとヘイズ・インターナショナルはシェルターと車両の基礎研究を行った。また将来的に月探査が拡大し、 マラブのような車両が必要になることに備え、マラブの開発は続けられ、いくつかの実物大の股が作られた。アポロ計画の予算を削減するというアメリカ議会の圧力を受け、サターン V ロケットの建設数は削減され、一つのミッションに一つのブースターしか許されなくなった。そのため、LRV も宇宙飛行士と同じ月着陸船で輸送する必要が生じた。 1964年11月、アルスは無期限凍結されたが、ベンディックスとボーイングは小さな LRV の研究を続けた。ルナーエクスカーションモジュールの名前は簡潔なルナーモジュールに変更された。この計画では、シェラブは存在せず、二人を収容する施設は、ローカルサイエンティフィックサーフェイスモジュールと呼ばれた。MSFC は、 地球からコントロール可能な無人ロボット車についても検討を行った。アラバマ州ハンツビルに拠点を置くビコは MSFC の立ち上げ以来すべての月面車の計画に参加してきた。1965年、ビコは MSFC の P&V 研究所の元受け企業となった。二人乗りの LSSM の実現可能性の算出が急務になるとフォン・ブラウンは 通常の手続きを飛ばし、P&VS Advanced Studies Office に対し、直接、ビコにまたの設計、製造、試験を行わせるよう指示した。ベンディックスとボーイングは、LSSV、M の設計を続けていたが、または MSFC の有人計画に、不可欠なものであった。ヘイズ・インターナショナルの初期の計画を引いてきた。 フィリピンからの移民のエドワルドさんファンは、リコに加わり、LSSM またの開発を主導した。LSSM またの開発においては、先行の小型ローバーに関する研究はすべて用い、市販で手に入る部品はできる限り用いられた。車輪の選択は、非常に重要で、当時は、月の表面についてほとんど情報がなかった。MSFC のスペースサイエンシズラボラトリーは、 月面の性質の予測を担当していた。リコは SSL の元受け企業でもあり、車輪と表面様々な条件を試験する試験場を用意した。パブリックスの弾力性のある車輪のシミュレートでは、ナイロンのスキーロープで覆われた直径4フィートのチューブが用いられた。またでは、それぞれの車輪が小さな電子モーターを備え、 全体の電源には一般的なトラック用のバッテリーが用いられた。横転事故を防止するためにはロールバーが取り付けられた。1966年初頭、リコのマタの試験の準備が完了した。MSFC はクレーターや岩を模した小さな試験場を設置し、LSSM とマラブマタを比較した。提案されたミッションに対しては、 小さなローバーが最適であることがすぐに明らかとなった。加速、バウンド高さ、高速での転覆率等の危険が伴う試験には遠隔モードでの操縦も行われた。6分の1の重力下での LSSM のパフォーマンスはオート水性 KC-135A の飛行で検査され非常に柔らかい車輪やサスペンションの必要性が示された。 パブリックスの金網状の車輪は、またには用いられなかったが、ミシシッピ州、ビックスバーグにある、アメリカ陸軍工兵司令部の水路実験所において、様々な土壌における試験が行われた。後に、金網状の車輪が低重力化で試験された際、ゴミの混入を防ぐためのフェンダーの必要性が、発見された。LSSM または、アメリカ陸軍のユマ性能試験場やアバディーン性能。 試験場で広範な試験が行われた。1965年から1967年にかけて月探査に関するサマーカンファレンスが開催され、科学者に NASA の月探査計画に対する評価や勧告を行う機会が与えられた。これにより LSSM は計画の成功に欠かせないものであり、大きな注目を集めていることが分かった。フォン・ブラウンは MSFC に 月面車タスクチームを結成し、1969年5月、NASA は有人月ミッションにルナーロービングビヒクルを使用することを決定し、MSFC の開発したマンドルナーローバービヒクルプログラムを採用した。シベリオ F、ソニーモレアは LRV 計画の責任者に指名された。1969年7月11日、アポロ11号が月面への着陸に成功する。 直前頃、アポロ計画の LRV の最終設計と製造の見積もり依頼が出されることが MSFC により公表された。ボーイング、ベンディックス、グラマン、クライスラーはこの募集に応募した。3ヶ月間の提案評価と交渉の後、1969年10月28日にボーイングが元受けに選ばれた。ボーイングはハンツビルのヘンリー・クリッシュの下で、 LRV 計画を運営した。主な下請けとして、フェレンツパブリックス率いるゼネラルモーターズの防衛研究所が移動システムを提供した。ボーイングは電子系とナビゲーションシステムを提供した。車両の試験はワシントン州ケントにあるボーイングの工場で行われ、シャーシの製造と全体の組み立てはハンツビルにあるボーイングの工場で行われた。 最初のボーイングへの支払いは1900万ドルで、最初の LRV を1971年4月1日までに納入することを求められた。しかし、費用が見積もりを超過し、最終的な費用は NASA の当初の見積もりとほぼ同じ3800万ドルを要した。4台の月面車が完成し、3台はそれぞれアポロ15号、16号、17号に用いられ、 残りの1台は中止されたアポロ計画のために作られたものである。シベロ・モレアによる論文は LRV システムとその開発に関する詳細な情報を与えてくれる。1972年4月、月着陸船オディオンの近くに止めた LRV で作業をするジョンヤング・アポロ15号、16号、17号のミッションで LRV は素晴らしい移動性を発揮した。 最初に用いられたのは1971年7月31日で月探査の範囲を大きく広げることに成功した。以前のアポロの宇宙飛行士はかさばる宇宙服のため着陸地点の周りを徒歩で探査するだけだったが、その制限は LRV によって解消された。しかしこの範囲は LRV が故障した時に戻れる範囲という運用上の制約を受けた。 LRV の設計上の最高速度は約時速 13km であったが、友人サーナンは時速 18.0km を記録し、月面上での最高速度記録を作った。LRV はわずか17ヶ月で開発されたが、大きな故障もなく、月面上で予定されたすべての機能が用いられた。アポロ17号のハリソン・シュミットは、LRV は我々が期待していたような、 信頼できて安全で柔軟な月面探査車であった。これなしではアポロ15号、16号、17号での重要な科学的発見話し得なかったし、我々の現在の月の進化の理解も実現できなかっただろうと述べた。LRV に小さな不具合が生じることはあった。アポロ16号の LRV の後部のフェンダーは、 ジョン・ヤングがチャールズ・デュークを助けるために LRV をぶつけた際、失われてしまい、車輪から出たゴミが乗組員やコンソールや通信装置を覆った。これによりバッテリーの温度が高くなり、そのため消費電力が多くなった。修理は行われなかった。アポロ17号の LRV のフェンダーは、ハンマーを持った友人サーナンとたまたまぶつかった際に破損した。 さあなんとシュミットはテープで貼って戻したが、表面がゴミで汚れていたため接着が悪く、1時間の走行でフェンダーは失われ、宇宙飛行士はゴミをかぶることとなった。2度目の船外活動の際、船外活動地図とダクトテープ、月着陸船のクランプを用いて、代替のフェンダーが作られ、取り付けられた。帰還の際、必要なクランプを回収するために、この代替品は分解された。 地図は地球に持って帰られ、現在は国立航空宇宙博物館に収蔵されている。ゴミによる摩耗は間に合わせのフェンダーの一部であった証拠である。1971年発行のアメリカ合衆国の切手に描かれた LRV-LRV の前面に取り付けられたカラーのテレビカメラは地上のミッションコントロールセンターから旋回、傾け、 拡大等の遠隔操作を行うことができた。これにより、以前のミッションよりも、はるかに良い画像を撮影することができた。LRV は、ソビエト連邦のルノホート1号やルノホート2号と、同様に、月面に残され、月にある人工物の一つとなっている。月面で、LRV のテストを行う有人サーナンアポロの、LRV は、低重力真空環境で月面を横断し、 アポロの宇宙飛行士の行動範囲を広げるために設計されたバッテリー式電動輸送機器であった。3台の LRV が月面で使われ、アポロ15号ではデイビッド・スコットとジェームズ・アーウィン、アポロ16号ではジョン・ヤングとチャールズ・デューク、アポロ17号ではユージン・サーナンとハリソン・シュビットが乗り込んだ。それぞれミッションコマンダーが運転手となり、左のシートに乗った。以下の所言は、 モレア、ベーカー、クディッシュらの論文による。LRV の質量は 210kg で、月面での重量は 35.0kgw になる。月面上でさらに 490kg を運ぶことができるペイロードを備えている。フレームの長さは 3.0m で、ホイールベースは 2.3m、車高は 1.1m である。 フレームは2219本のアルミニウム合金のチューブで作られ、3つのシャーシが中央で蝶子外で接続されているため折りたたむことができる。シートもアルミニウムのチューブにナイロンの網を張った構造で折りたたむことができる。シートの間にはアームレストが設置され、それぞれのシートには調節可能なフットレストと面ファスナーのシートベルトが備えられた。大きな メッシュのアンテナが LRV の前面中央に設置された。車輪のクローズアップ車輪はゼネラルモーターズの防衛研究所によって作られた。フェレンツパブリックスは弾力性のある車輪を開発するため NASA から特別な承認を与えられた。この車輪はアルミニウムのハブと直径 81cm、幅 23cm のタイヤで構成される。タイヤは 0.84mm 径の亜鉛で、メッキされた鉄でできた織物から作られた。摩擦を大きくするため、チタン製の板が、設置面の50%を覆う。タイヤの中には、ハブを保護する直径 65cm の衝突防止枠が設けられ、さらに塵よけが車輪の上から被かせられた。それぞれの車輪には、デルコエレクトロニクス製の1万 rpm 0.25馬力の 電子モーターが取り付けられた。運転は前部と後部に配されたそれぞれ0.1馬力のモーターによって行われる。両車輪は反対の方向に曲がり、回転半径は3メートルになる。電源は2つの36ボルトの銀水、酸化ン,ンカリウム一次電池から供給され、それぞれが 121AH の電力を持ち、9 2キロメートルの範囲を走ることができた。 これらはモーターを動かすのに使われ、これとは別に 36V の電源が LRV の前面外側に取り付けられ、通信装置とテレビカメラの電源となっている。運転の間、ラジエーターはマイラー樹脂製のブランケットによってゴミから守られているが、停止した際にはブランケットを開けて積もったゴミを手で払わねばならなかった。LRV の構造の略図つのシートの間の T 型のコントローラーによって、4つのドライビングモーターと2つのステアリングモーター、ブレーキが制御された。スティックを前に動かすと LRV は前に進み、左や右に倒すと LRV も左や右に曲がる。後ろに引くとブレーキがかかる。スティックを引く前にスイッチを押すと LRV は後ろ向きに進む。ハンドルの前面にはディスプレイがあり、速度、向き、勾配。 電力、温度等の情報が表示される。ナビゲーションは、方位指示系とオドメーターを用いて、方位と距離を常に計測、記録し、このデータをコンピュータに送ることによって、出発地点からの軌跡を計算することによって行われる。また、太陽の影から太陽に対する方角を計算する装置も備えられた。3度のミッションでは、それぞれの LRV が用いられた。 LRV 運用上の制約として、もし LRV が船外活動中に故障した場合、宇宙飛行士は歩いて月着陸船に戻らねばならなかった。そのため、月着陸船からの再遠距離は、生命維持装置を使い果たす前に歩いて戻れる範囲になる。この制限は、LRV と宇宙服の信頼性が向上したことにより、アポロ17号の際には緩和された。 バークコルターとシャープの論文は LRV の利用に関して詳細な情報を与えてくれる。ルナーリコネサンスオービターによるアポロ17号着陸地点の画像これまで4台の LRV が製造され、そのうち3台が月を訪れ月面に残された。最後の1台は中止されたアポロ18号のために作られた。 アポロ15号の LRV はアペニン山脈のハドリー国に、アポロ16号の LRV はデカルト高原に残されている。アポロ17号の LRV はタウルスリトローに残され、2009年と2011年のルナーリコネサンスオービターの通過の際に観測されている。また、いくつかの LRV が試験、訓練、検証のために製造された。 それらのモックアップは、シアトルの飛行博物館、ワシントン DC の国立航空宇宙博物館、ハンツビルのマーシャル宇宙飛行センター、ヒューストンのジョンソン宇宙センター、ケープカナベイラルのケネディ宇宙センターに展示されている。またレプリカが、フロリダ州ペンサコーラの国立海軍、航空博物館、オレゴン州マクミンビルのエバーグリーンアビエーションスペースミュージアム、 カンザス州ハッチンソンのカンザスコスマスフィアスペースセンターに展示されている。また、スミソニアン博物館から貸与されたレプリカがフロリダ州オーランドのウォルトディズニーワールドリゾートエプコットにあるミッションスペースというアトラクションに展示されている。ありがとうございます。